こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。前回に引き続きですね、今回も山下さんにお越しいただいてます。山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はですね、だいぶ反響が大きかったんですけれども、圧力隔壁の修理ミスについてね、山下さんの方にその修理ミスってありえたのかありえなかったのかっていうところをですね、指摘していただきましたけれども、かなり無理があったというふうなですね、模様でしたね。今回はですね、現場で発見された後部圧力隔壁の残骸が報告書のようにですね、破断したとされていたのかどうかっていうことについて追及をします。その前にですね、前回の動画でコメントで寄せられました、これ違うんじゃないの、あれ違うんじゃないのっていう指摘についてですね、山下さんの方からちょっと補足を入れていただきたいと思います。はい、まずは継ぎ板のリベットの穴の間隔についてですね、前回山下さんが間隔がちょっと違うんじゃないかっていう話をされてましたけれども、それについてなんですけども、私がですね、差し込みで入れた写真がちょっと上と下がちょっとずれてしまってましてですね、申し訳ありません。正確にはですね、こちらが30年前に公開された継ぎ板なんですけど、39、40、41とありまして、この上の方が切れた継ぎ板っていうことなんですね。はい、でこちらの前回ちょっとこちら囲われてたと思うんですけど、はい、この上側ですね、はい、この列とこの列が同じだろうと。で、こことここのピッチが、ちょっと違うんじゃないかということですね。狭いですよね、そっちは。こっちは等間隔になってますね。ですね。まあ、この下は確かにこう若干狭くなってると思うんですけど、はい、私は絶対あの私は前回囲んだのはここなんですよ。そうですね。こことここをちょっと比較してしまったんですけれども、はい、実際はこことここでですね、はい、申し訳ありません、私のちょっとミスで、編集のミスで間違えました。やはり間隔がちょっと、そうですね、うん、でまたもう一個さらに下行くと、要はこの列が全部狭いんですよね。狭いですね、はい、はい、でこちらは下に行くとやっぱりまた広がってる、ね、広がってるっていうことですね。ここはちょっと狭くなってるように見えますと、うん、この間、山下さんが言われたあったのが、この上のリベットの穴の間隔がこっちのリベットの穴の間隔と違うじゃないかということの指摘だったんですね。はい、はい、あと、まあ、ついでなんですけど、あのこの番組でこの継ぎ板が本物っていう証拠として、この傷がこう切れた方とつながってるっていうのを強調されてました。定規がつながっているから、これは、ね、これは間違いなく、うん、あの元々は一つの継ぎ板だったっていう根拠にしているわけですよね。内容だったんですよね。こんなまず傷が入るのかっていうのもちょっと不思議ですけども、はい、さらにこの入った傷の塗装を剥がしたら、塗料は全然その穴に残らずに綺麗に塗料が剥がれてたっていうことを山下さんの方が指摘されてましたね。はい、はい、で、はい、もう一つの補足がですね、コメントによく寄せられたのが、墜落現場ではあの隔壁を分解して運ぶためにエンジンカッターで切っちゃったと。切っちゃったから、こういう写真がこういうふうにもう自衛隊が切ってるから直線的に切れてるんじゃないのっていうふうな指摘をされる方がいました、コメントで。でも実際はですね、エンジンカッターで切られてるのっていうのはこのここだけなんですね。この写真を皆さん多分目にされてあると思うんですよ。ここはですね、エンジンカッターじゃないようなんですね。切ったのはもうこの部分で、まあ本当にあのケーキ状にこう運んでるんですね。だから現場作業の人たちはここさえ切ればここ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 、として運べたみたいなんで、バラバラに切ったのはエンジンカッターで切ったのもここだけです、はい、ここは切ってないということです。これは空中で破裂したんだというのが報告書の見解なわけですよね。はい、はい、前回の動画でちょっと理解できなかったとか不思議だなと思った方もおられると思いますが、まあ、補足としてはちゃんと筋は通っているというのが山下さんの見解です。はい、はい、では今回の方はどういった考察を。はい、前回の実演でですね、はい、修理ミスをした可能性がかなり低くなったと思いますが、回収された隔壁が報告書の通りの破断から損壊が済んだのかですね、その現場の隔壁、損壊した隔壁と報告書の通り実際進んだとしたら、現場で回収された隔壁のような破断になるのかならないのか、はい、
というところを、はい、また模型を交えながら再現したいと思います、はい、まずですね、はい、ボーイング747型機なんですけど、まあ、ご存知の通り当時最先端の安全性を誇る飛行機として登場しましたよね、うん、でその設計はフェールセーフが採用され、うん、壊れることを前提に不具合が起こっても二重三重に補う手法によって設計されてます、ね、安全設計だったわけですね。ですね、うん、で今回あまり目にされることがないと思いますが、うん、1972年ボーイング社から発刊されたボーイング747のこの事故同様の SR というシリーズの概要パンフを持ってきました、うん、あ、はい、でこちら結構珍しいものが、はい、これがアメリカのボーイング社なので、はい、まあ、全部英語なんですけど、こちらですね。要するにどういうことが書かれてあるんですか？まあ、要はボーイング747型機自体はもう元々当時の最先端の安全性によって作られてるんですけど、うん、この SR はですね、日本とか短距離用ですね、短距離用に安全性をさらに強化した構造で作られたっていうことが、まあ、一応こう書かれてるわけですね。国内専用に耐久力を増してると、まあ、それは離着陸が多いからってことですよね。そうですね。つまり国内仕様に強化されていたと、はい、いうことですね。書かれてますね。で問題の核壁なんですけど、うん、まあ、正直 SR 用に補強されたかどうかは定かではありませんが、もともとですねウェーブ板が1箇所剥がれても、最小限に破壊の進行を止めるために構造体をですね、うん、蜘蛛の巣状に張り巡らせて補強されてるんですね。まあ、実物に近い割合で、構造体が走ってる状況ですね、はい、をちょっと再現したんですけど、要はこの緑のものがスティフナーですね、はい、スティフナーで、この黄色いのがストラップといって板状の構造体になります。機体後部から見た状況で、横にしてもらっていいですか？こういったお椀型になってる、なるほど、ということですね、はい、で正面がこんな感じですね、はい、要はこの後ろ側に補強されてるストラップの奥にウェブ板ですね、ウェブの板があって、はい、こちら側からストラップスティフナですね、うん、ストラップを後ろからと客席側からスティフナで挟んで補強されているわけですね、はい、でこれは全体的にこういった感じでもうかなり蜘蛛の巣状に補強されている状況ですね。ウェブっていうのは本当はそれが中に入っているんですかね？あ、そうですね、 板のことですね。板は本当は中に入っているんです。これ開口した状況をちょっと説明するためにわざと後ろにつけてますけど、実際はこの黄色のストラップの奥にありますね。その透明な部分ですね、それが本当は上側、あ、そうですね、中側の、はいはい、これがまあ全体的な状況なんですけど、はい、でこれが後ろ側から見て、中心がそちらで、こっちが外側ですけど、左の部分ですね、この黄色が板状のストラップ、要はこの蜘蛛の巣状に円を描いてぐるっと回ってる状態ですね、はい、でこちらが客席側でウェブ板がありまして、でその上からスティフナーで押さえられてるんですね。押さえられてる、はい、でこれですね断面図ですね。で上と下のウェブ同士がですね引っ張る方向についてしかちょっとなかなか説明されてないんですけど、うん、実際はこのスティフナーっていう構造体がありまして、これにリベットで止められてるんですけど、要は空圧が客席側からかかってるんですよね、はい、なんで確かに引っ張り方向も力かかってると思いますけど、後方側にもやっぱり押されてるはずなんで、はい、実際はですねこのスティフナーにかかってるこのリベットが結局下側のウェブ板もちょっと押してる状態になるんで、ここのリベットが一番負担がかかってると思うんですよね。なんでもしここが切れてたとしても、こちらが押すってことはこっちのリベットの方が先に破断しやすいんじゃないかなと思うんですね。でよく説明されてるのはやっぱりこう上下に引っ張った時にここが弱かったからってちょっと説明されてるんですけど、実際は後方側ですね、 こっち側にも力がかかってますんで、はい、やっぱりここの方がどっちかといったらまあ弱かったんじゃないかなと思うんですよね。例えば寝せてみると、単純に上からこの板が押されたとしたらやっぱりここに一番負担かかってる、まあ、要は引っ張りだけじゃなくて後方にも押してるんで、一概にその引っ張りだけの力がかかってないということですね、うん、でその引っ張りに対してはこのストラップで補強されてますよね、うん、でこのスティフナーはやっぱり後方に向かって押される力に対して補強してる役割があるんですけど、なかなか
ああいった説明では、なんかこのスティフナーとかの役割のことをあまり説明されてませんよね。なんでやっぱり板だけで持ってるわけじゃないんで、やっぱり引っ張りだけの力がかかってるわけじゃないってことがやっぱ正しい考え方だと思うんですよね、うん、この隔壁のこういった構造はですね、胴体も同じ作りなんですね、うんうん、胴体自体も油圧に耐えてるんで、同じ状況なんですけど、うん、胴体の方もやっぱり客室側に構造体があって、そして外側に外板があるんですよね、うんうん、胴体周りの外板に関してはそこで終わりなんですけど、この隔壁に関してはさらにこのストラップで補強されてるんですよね、うんうん、で確実にちょっと大きな違いがあるんですけど、胴体の外板は外気に直接面してるんで、うん、機外のさまざまな空圧の状況に耐えながら、うん、気温の変化ですよね、うん、に直接影響されてるんで、やっぱり胴体の方がいろんな力が加わって、まあ、痛みやすいんですけど、隔壁の方は後ろ側が胴体で囲われてるんで、うん、直接空圧はさらされないんですよね、うんうん、はい、過酷な状況にはさらされないわけですね、うんうんうん、劣化しづらいわけです ね、 ですね、外側に比べるとですね。で実際 1,2,3 便の事故以前で、うん、隔壁自体の不具合で、うん、隔壁が損壊して急減圧が発生した事故っていうのは、うん、1979年に発生したエアカナダの DC-9 っていう機体ですね、はい、123便と同じように圧力隔壁の破断で起きた事故っていうのはそれぐらいしか出てこなかったと、はい、でこのエアカナダに関して言えば何が起こったんですか。これはですね、隔壁自体の金属疲労によって隔壁が破裂して急減圧が発生して、機内のカートとかがやっぱ吸い出されたりして、うん、その状況を当時のスチュワーデスの方が語ってますけど、うん、まあとんでもない状況だったみたいですね、うん、これ調査官と思われる方が2人いるんですけど、はい、でこの隔壁はですね、はい、ここの外枠が、まあ、隔壁の外側と思われるんですけど、はい、もう中の方も完全に吹っ飛んでなくなってるんですよね、うんうんうん、で大人2人が入れるぐらいの穴が開いてしまってる。なるほど。で DC-9 はプレッシャーリリーフドアっていうのが、まあ、多分ついてなかったと思われて、これの損壊によって機内の空気がですね、弱された空気が噴出して、このビブが吹き飛んだんですね。でただですね、この DC-9 も垂直尾翼は残ってます。それは垂直尾翼残ってるんですか。はい、ですね。何が主に破壊されたんですか。じゃあこの、まあ、隔壁が破壊された後に全体とビブですね。ビブがこれ吹っ飛んじゃったんですね。そうですね、やっぱり、はい、まあ、APU 部分は もちろんですよね、はい、こういうふうになくなったんですか。そうですね。じゃあこの時も油圧パイプもなくなっちゃったんですか。あ、こちらはですね、なくなってなかったみたいです。無事着陸されてるんで。でも本当だったらこの辺にあるんじゃないですか、油圧が。ですね、こちらはですね、ここあたりから登ってるみたいです。あ、はい、でこれが垂直尾翼のラダーなんです。ラダーですね、はい、ラダーしっかり残ってますよ ね、 ですね。で123便はこう行ってここがパーンと行っちゃったってなってますよ ね、 すね。同じ隔壁が破断した。この時の破断の原因は何だったんですか。圧力隔壁が破断した原因、隔壁の金属疲労ですね。これ金属疲労、はい、ただですね、うん、隔壁の金属疲労によって起こった事故っていうのは、もうほぼないんですよね。山下さんはそれ、はい、これしか出てこない、探せなかったって言ってましたね。探せませんでした。で、123便の翌年には、隔壁の損壊事故起こってますけど、タイ国際航空で起こってますけど、それは、手投げ弾を、隔壁の手前ですね、うん、トイレあたりで誤って誤爆させたものによるものなんで、うん、123便の事故以降も隔壁自体が問題で破裂した事故はないんじゃないか、報告されてないんじゃないかというのが山下さんのあれですね。ですね。なんで修理自体は着陸の際に、まあ、尻餅したりとかいう事故が多々あったと思うんで、うん、まあ、隔壁を修理されることはあったと思うんですけど、うん、隔壁自体が破裂して、隔壁が問題でですね、隔壁自体が問題で破裂した事故というのはかなり少ないんですよね。なるほど。なんで、まあ、その割合から言うと、もともと崩れにくいのが隔壁だということなんですね。なかなか起こりえない事故が、尻餅事故を原因として起こったっていうのが今回の123便の報告書なんですけれども、 ね、それについても上空で破断したという事故報告書の説明がちょっとやっぱりおかしなことですよね。そうですね、うん、
破断したのであれば、これがめくれるというのが自然な破断の流れですよね。それがどんな風になったんですかね。報告書の通りに破断が起こったとしたらどんな風に進んでいくのかっていうのを、まずですね、損壊前の状況をですね、で、このウェブ板っていうのは18分割されてるってことで、上側9枚、下側9枚、ちょっとこの模型はその割合がちょっと若干違うんですけど、省略してます、はい、なんでだいたいスティフな2本2列おきに1枚の板でずっとつないであるってことですね。で、問題の報告書をですね、はい、衝撃音が発生する前にここの問題の修理ミスの範囲に280ミリの亀裂が生じたと、はい、もちろん警報音も鳴る前ですね、はい、に亀裂が生じて、衝撃音が発生するんですけど、うん、衝撃音というのはもう約1秒程度ですよね、うん、でその衝撃音は核液が破裂した音ってされてるんですけど、うん、その衝撃音1秒の間で起こった破断過程というのが、ここが亀裂が入って、うん、で両側に亀裂が進行して、うん、でこちら側に亀裂が進行して、こういうふうに、これがコレクターリングといって中心、ね、真ん中の中心の円ですね。でこれ若干本当はもうちょっとちっちゃいんですけど、でこれからそのコレクターリング沿いに、上がっていって、ここが L2 っていうライン状になるんですけど、ここに亀裂が走ったと、うん、で、亀裂が発生したわけですね、はい、走ってこういうふうにちょっとめくれていったと、中心からめくれたと言ってるんですね、ですね、うん、こう走ってこう行ってこう登って、さらにこちらの R6 っていうライン上が破断したと、でこうめくれ上がったと。結構な破壊ですね。でこれ長さ合計すると十数メートルあるんですよね、うん、その距離を直線的に全て1秒間で切れて、これが開いたとされてるんですね、うんうん、それかなりの破壊じゃないですか。ですね。それは めくれた面積っていうのは合計してどれぐらいになるのかな、はい、今全部めくれてる状態になってるじゃないですか。一応ですね、これちょっと模型なんで、あれ模型なんで、実際はこの途中で折れ曲がってるんですよね。はい、そことそこは折れ曲がって、あと、はい、の2面はここもこんな感じで、そんな風になったっていう風に事故調査報告書は報告してる。で実際はこの2枚同士がちょっとつながったような雰囲気で、うん、折れてる、はい、スティフナーがありますので、うんうん、これでちょっと固定されてる部分なんで、実際切れたというのはここのラインとここのラインですね、うんうんうん、L2 と R6 でめくれたのは それだけ広範囲にわたってめくれてるんですか。そうですね。そんな風にめくれたらかなりの油圧分流が起こってるんじゃないですかね。そうですね。そうなると客席はもう確実に風の突風が吹いて荷物は飛び、はいはい、人も、ね、呼吸ができなくなるような、うん、風の流れがあったはずですよね。そうですね。実際各駅から最後部の座席まで約3メートルなんですよね。3メートル、はい、でこれ分かりやすく吸い出されるじゃないですか。そうですね。分かりやすく言うと、まあ、皆さんお住まいになっている6畳のお部屋ですね、はい、それの長手方向がだいたい 3.5 メートルなんで、はい、まあ、例えばそのバルコニー側に窓があって、うん、それが全部開いた状況で、うんうん、まあ、突風が強風ですね、うん、が吹いた時に窓を開ければさすがに気がつきますよね、うんうん、で音もやっぱりするはずですよね、うんうんうん、風の音がしますよね、うんうん、で、まあ、その状況は全く生存者の方は感じられてないんですよね。本当にそんなにめくれたって言ってるんですか、報告書は。報告書はそうですね、なってますね。反論する人たちはちょっとしか隙間が空いてなかったんだって言ってましたよ。そして です、ね、すぐなんか物かなんかが飛んできて塞がったから運よく吸引圧が収まったんだって言ってる人いますけど、はいはいはい、そんなに本当に空いたんですか。まあ、こちら見ていただいたらやっぱり折れ曲がってるところを基準にすると完全に開いてるんですよね。であれは墜落した衝撃で曲がったんじゃないんですか。一応今お話ししてるのは、うん、あくまで報告書の通り、報告書に記載されている通りの破断過程ですね。あ、まあ、それが正しいかどうかは別として、別としてですね、はい、報告書の通りっていうのがこの状況なんですね。でこの開いたのが胴体の上部に衝突したっていうことまで書かれてます、うん、思い切り衝突、胴体の上部にめくれたものが衝突してるんだよと、はい、
ってことはやっぱりここら辺は約3平方メートルぐらいですね。これ皆さんが想像してた範囲よりかなり広い範囲に穴が開いてますね。そうですね、事故調査報告書が言うならばですね、はいはい、数字で示す指し示す範囲であればこれ人飛んでますよ確実。そうですね、でこれですね、すごい矛盾してますね。ちょっと考えられない実際状況があってですね、ええ、もうこの亀裂が発生した時点でおかしなことになってるんですね。はい、でこれですね、細かく言うとここが修理ミス箇所としてこれが破断したんですよね、うん、こう破断したと、うん、そしたらですねここが破断して上のウェブ側にステフナが残ってるわけですよね、うん、で一個問題なのがここが破断してなぜかステフナが切れてるんですよね。途中で切れてますね。こちらも切れてるんですよね、うん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 、でここの切断面はちょっと上空で破断したのはなかなか考えにくい状況なんですよね。なぜかというとこっちに思い切り力が多分入らないと折れないわけで、うん、力が加わったとしたらこちらかこちらにやっぱり亀裂が走らないと入るんですね、うんうん、走るはずなんですよね、うん、まあ、実際こちらは確かここからこんな風にちょっと入ってはいるんですけど、一応この部分は現場で回収されてますね。でこちらに関しては上にも下にも亀裂が進んでないですね。そこでスッと切れてってることになるんですね。でこの状態で破断したとして上と下と比べるとですね、明らかに上の方がステフナが残ってるんで強いんですよね。そうですね、しっかり止められたわけですね、はい、ですね。なんでもしここが破断してここから弱つく空気が、うん、向こうに向かって、うん、後ろに向かって噴出したとしたら、うん、ここに ストラップが走ってますので、はい、裏側にはですね、ここのライン上に亀裂が、うん、入らなければおかしいわけですね。走ってここら辺がだいたい押されないといけないですね、うん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 、もう明らかにここが弱くなってるんで、うんうんうん、つまり余圧噴流の壊れ方じゃないわけですね、現場から発見された核兵器は。まあ、そうですね、なのでこの破断した時点の状況で、まあ、見ていただいたら全然めくれてない、異常がないんですよね、うん、そのまま残ってますね、はい、残ってるんですよね。なのでもう正直この時点でちょっと理解できないですよね、うん、でまあ、これから、まあ、破断が進んでたとして、うん、さらに中心部に向かっていくわけなんですけど、うん、中心部に向かっていってこの板を向かって亀裂が入ってここに亀裂が入るわけなんですけど、うん、これ球体なんで収まってる時はひっついてますよね、うん、ジョイントがひっついてますけど、うんうん、これをですねこう上げるとやっぱりここが開いていくんですよね。あ、なるほど、必ず開くんですね。そうですね、円形に作ってますからね、はい、ドーム型に作ってるからってことは仲良くひっついてはめくれないですよね、はい、うん、一緒に開くとここが引っ張られるんで、うん、要は普通の開いた破裂状態になるんで、ね、綺麗にまっすぐは切れないんですよ、ね、切れないんですね。でまっすぐ切れるためにはこう破断がいって、実際ちょっとここのライン上なんですけど、うん、こう破断がいってこう行った時まっすぐ切れたってことは、うん、こちらが残った状態でこっちだけこう行かないならないと切れないんですよね、うん、それなのに報告書の通りいくとまたさらにこっちに亀裂が進んで、うん、こうなったってなってるんですよね、うん、でこれですね1秒間でこう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 っていう、うん、その順番通りに、はい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 、ここから順番通りに行かないとまっすぐ切れないんですよね。まっすぐ直線的に切れることはちょっとありえないんですね。これがあとおかしいのは前回もご説明したと思うんですけど、空圧っていうのは大体の均等にかかってますよね、うん、ある一点に集中して圧力がかかることないんで全体的にかかってますんで、まあ、もし破裂したとしたら同じ止め方になってますんで破裂するなら、まあ、一気にめくれ上がると思うんですよね、うんうんうん、でその過程でめくれ上がるときにやっぱりここの中心部分は、うん、四方八方にこの板が引っ張られるんで、うん、やっぱり破けたみたいになってバラバラになってしまうんですよね。でやっぱりバラバラになって吹き飛んで、うん、
で最後この端っこの方だけ残ってああいう風にえぐれたようになるんですよね、うんうんうん、もうここはあのめちゃくちゃ引っ張られてるんで、うんうんうん、要は金属板の限界を超えて破裂するんですね、うん、限界を超えて破裂するんで、うんうん、やっぱりもうここら辺の板自体はもうバラバラになってもう後方へ吹き飛んでいってるはずなんですよね、うんうんうん、けど 1,2,3 便の場合はほぼ原型とどめてるんですよね。綺麗に残ってますね、はい、なんで、亀裂が走ってここら辺が異常なくこういう順序で開いていったことになってるんですよね、うん、でさらにですねこれここで途中でこう折れ曲がってるんですけど、うん、ここのですね、うん、スティフナーがこの湾曲をとどめたまま折れ曲がってるんですよね、うんうんうん、でこれはですね事故調査官がすぐ気がつかないといけないんですけど、うん、ああいう折れ方をするのはですねこういった、まあ、これスティフナーに見立ててしてるんですけど、はい、こういうふうに端っこに力をかけないとならないんですよね、うん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 、で空圧の場合は全体にかかってるんで、うん、要はもうこう全体でこうやってから曲げるんで、うんうんうん、全体でこう曲げるんで、うん、まあ、やっぱりあの途中だけが折れるっていうのはちょっとありえないんですね。ないですね、はい、全体でこうなるんで、うんうん、はい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 、やっぱり端っこ端っこに力を入れて曲がった曲がり方なんですね、うんうんうん、なんでこういったのは空圧で起こりえないってことを事故調査官が誰も気がつかなかったのかなというのがすごく不思議なところなんですね。なるほど、はい、じゃあそれを踏まえて次回はもう一つ考えられるのはもう墜落時しかないんで墜落時に損壊したとしたらこんな風になるのかっていうところをあのこれまであの修理ミスがあったという前提であの進めてきたそれに対しての矛盾を指摘しましたが次回は修理ミスが全くなかった場合どんなふうに壊れたのかということを説明していただけるということですね。はい。